今僕と実家暮らしの鳥山くんと居候と僕自身で D とがいて、今ちょっと居候を、まあもしというか頻度的に別に毎日ではなくてもいいんで、よかったら実家の方に居候させても、あ、俺の？もしって何なの？無理はしなくていいけど、ぜひ、うちに南がどこ？別に2人も仲いいだろうし。おう、もしって何なの？なんかもう無理みたいな。もしもの話で考えて、全然みたいなスタンスなの。居候でずっと暮らしてる人っていうのはもう鳥山を知ってると思うから、まあ、ちょっと厳しいところではあるっていうのを踏まえた上で、でもまあ実家だし、鳥山は今自立してる状態で謎に実家いるわけだし、だからもう1人ぐらいいけるんではないかなという。もしってなんな基本的には無理だから、南を家に住まわせるってみんな。だからまあ一応もし、そのもし。わかりました。あ、分かってくれたよ。いけますか？うち？それはどうなん？親御さんとうまくいってんの？まあ、うまくいってると思うけどね。そんなに。思うけどは言ってないよ。鳥山、それは。そうかな。いや、全然。いや、認めちゃった方がマジで楽やし、深いとこまでいける。深い。ああ、逆にこれ認めて話し合ってみたいな。まだある、プライド。いや、今日も一緒におでん食べたけどね。そのスタンスやったらいかんかも。ちょっと待って、そこ。この会話って、俺絶対優位に立てるやつじゃないの？すごいお願いね。されるお立前場です。は、ちょ、お、ね、俺、お願いし、お願いしてくれ。ちょっと待って。今必死にクローゼット開けれるかなって考えてたけど。クローゼット開けれるかな。でもそれだけでも嬉しいわ。クローゼットを開けようとしてくれたんだ。まあ、クローゼットは開いてるから。いや、嬉しい。個人的にもさ、ちょっとさ、南の頻度を減らしてほしくない？一日の。全然いいと思う。めっちゃいいと思う。その方が多分南のためにもなるしね。でも成長も考えてて。いや、そう、うちで居候ずっといると、やっぱ絶対うち居心地いいから、やっぱそれに使っちゃうから、使っちゃうっていうか、もう使ってるから、ちょっと環境を変えるっていうのは、あ、ぬるま南湯、のためにぬるまな湯、ると思う。ぬるま湯の時間かかる。だから出てった方がいいと思う。出た方がいいと思う。ああ、なるほど。いや、でも鳥山の家が終わってるじゃないですか。終わってる？いや、まあ終わってるって言ったら言い方悪いけどさ、始そまうっだね。てないというか。始まってない。いや、だいぶ始まってるよね。新しい決まるのはさ、普通お相手的にはハッピーなことだからさ、もうちょいお願いをしようよ。俺から鳥山にお願いするってこと？そうそうそう。俺から鳥山に復唱します。俺から鳥山にお願いをする。そう、バッチリ。こんなみんなの目ってこうだったっけ？なんてね。ちょっいや、別に冗談みたいにしたけど、冗談じゃないよ。みんなその目で見てたけど。いや、正しい、正しい。そっかそっか。いや、まあ、なんかどう、そろそろお父さんかお母さんどっちか一人暮らししたみたいな言ってる人おらん？いや、だから、その果て今こうなってるんだよ。はって？一人暮らしして、結婚して、今こうなってるから、ああ、なるほどね。もう一回一人暮らしはしないんじゃないかな。でも、どっちがさ、お父さんかお母さんか、ずっと実家暮らしで付き合い続けてて、結婚してまた実家になってるみたいなパターンの人おるやん。ああ、まあね。っていうパターンがどっちかおらん。親メス、親オスか、どっちか。あ、メスをするのはあんまりあれだけど。ラティアス、ラティアスみたいに言っちゃったけど。いや、そういう感じじゃなかった。水の都よぎちゃうな。ああ、いや、よぎないんだけど、両方とも一人暮らししてる経験あるから。あ、そうなの？高円寺で、風呂なしアパートに住んでたって聞いたから。ええー、不潔だ、じゃあ。不潔？いや、もう、よそ、よそ。35年前ぐらいだから、あれだけど。もうそれ足洗ってる、ちゃんと。あ、足洗ってるよ、別の。ちゃんと綺麗な両親。いや、そうだね、別にそういう職業ではなかったし。いや、違う違う、物理的に、ちゃんと。本当に足洗ってるからさ。いや、それはまあ、ちょっと確認したことないんだけど。仲悪いな。いや、あんま見ないでしょ、親が足洗ってるところ。実際に。ちょっとごめんねって確認をしないから、わざわざ。お願いして、鳥山に。入れてくださいってお願いして。入れてくださいってお願いして。俺、ド M じゃないから、俺。入れてくださいってお願いできる、それは。俺もそれ、ガチでお願いされても困るから、その入れてくださいだった場合。行こうか、じゃあ、一回。こんな状況。入れてください。怖いって。お願い、そのお願い。こんなバキバキな目で言われたら怖いって。入れてください。ちょっと今、入れそうだもん。入れてあげてください。なんでだ入れてください。もう入れてもいいかな。入れてあげてください。入れてください。入れてあげてください。こんだけ言ってんだったらいいかな。減るもんじゃないしなと思っちゃってる俺もいるから。決定。
いや決定したら今ここで2人ともズボン脱ぐことになるから。いやいや、ちょ、何の話してんのそれ、何勘違いしてんの。ええ、で、え、こっちはね、それ家に入れて、あ、家に入れてくださいの話だったの。え、じゃ、何と勘違いしてたの。あ、いやいや、そっちかなとちょっと思っちゃったけど、いや、ごめんごめん、それはちょっとごめんごめん、俺がピー、それお前。いや、自分でもう入れなくていいから。なんかやばいこと言ったんだろうけど、自分でもう入れなくていいからっていうのは、それ、何とかんですよ。いや、そういう意味じゃん。今のは交換を入れたの、入れただから。あ、交換を入れた、うん、家に入れてくださいって。家に入れてあげてください、うん、はい、それはごめんなさい。あ、で、で、いや、違う、俺、俺でしょ、問いかけられてる。はい、はい、うん、はい、家に入れてあげてください。あ、そっち、あ、鳥山に行ったんや、はい、家に入れてあげてください。まあ、いいけどね、週一。はさっす、週一、OK、 どら、うん、終わりました。行けたら行きます。行けたら行く。決まった。はい、うん、週一でとりあえず行って、うん、そっからどんどん広げてもらって、うん、どんどんペースをね。鳥山、お願いします。友達くんのは俺は楽しいから。じゃあ、行くで OK。 あ、行けたら行きます、それは。行けたら行くってのは行くで。行くって言う、ド M じゃないから俺。行くは別に MS 関係ないんだ。結構でみんな言おう言う。いや、言おうか。じゃあ、うん、じゃあ行く。